こんばんは。こんばんは。なんかめっちゃ明るい気がする。ちょっと待ってよ。ただいまー。こんばんは。今日はですね、よいしょ、今日はですね、配信をしていこうと思いますよ。見て、なんでしょう、なんでしょう。今日は乾杯するものを用意しておいてください。今日は正解はみっちょー、みっちょー、みっちょの、みっちょのなんだっけ、なんだっけ、出てこない、みちょの一番オーソドックスなやつ、はい、みちゅ、そう、みちゅです。みちゅをね、絞り取ってきた。ザクロ、そう、ザクロ、みちょのザクロを用意しましたので、まあ皆さんも何か飲みながら配信してみてください。いた、見て、なんか指切れてたんだけど、ここ、え、ちょっと最新じゃ全然見つらない、いた、え、え、全然映らないよ、もう映って、ほら、ここ、ここ白いの、白いの、ここ白くなってる、ここちょっとだけ、あー、あー、分かりづらい、なんでこんなにぼやけるの、あー、ここ切れてる、これ切れてる、痛い、なんか切れてた、なんか切れてたよ。炭酸で割ったら美味しい。そう、炭酸で割ったぜ今日は。よいしょ、あ、名前読んでない、名前読みますよ。なめなめ所長さん、はんしたん、おばちゃん、やっちゃんさん、徳島のしんじくん、やまっちゃん、おじゃまるさん、ひっしゃんさん、タラチンさん、サユッチョさん、フリーダムさん、カオさん、ライトポールさん、ワオさん、ヒロキさん、ゼロさん、瀬戸京太郎さん、ヤマちゃん、スライムさん、ハヤフクさん、ドリンさん、あー、そういえば今日 TikTok 更新したのに、こっちのタブさん充電入れるの忘れてた、完全に。あと 10% しかない、ちょっと待って、入れてくる、一回。電池ナッシングだったわ。電池ナッシングトゥーサマッチ。それじゃ乾杯。まあ、お洋服、お洋服はですね、これですね、どこだったっけな、なんかね、なんか書いてあるよ、この辺に。明日のピンキー、明日のピンキー、明日のつ、ん、明日の明日ピンキーですね、明日の明日ピンキーっていうところの洋服ですが、とてもフリフリでございます。ふわってなってる、ここがキュッてなってふわってなってる、これがかわいい、スノーアスピンキーです。はい、今日のポイントはマイメロちゃんがいるところです。マイメロなんだけど、よいしょ、そう、かわいいでしょ。
まちゃん、くまありがとう。くまーん。TikTok のリンクコピー100回したよ。本当に？嘘じゃないの、それは本当なの。100回もできるの、あんなすぐ短期間で。すごいな。100回してください、じゃあみんなも。みんなもじゃあ100回お願いします。はい。100回してくれた方には抽選で、ひなちゃんの投げキッスをお届けしたいと思います。ちゅっ。今1名様に飛ばしときましたから、ハートが届くか、ちひなちゃんのナイキスハートポワポワポワーって、ポワポワーってね、いったと思いますね。うまー、ホテイタンダ坂飯グループイコール着替えさん、パンパカパーン、ありがとう。ソルメイトさん、クマありがとう。クマ、ホテイタンダ坂道グループ行こう、生きがいさんもクマありがとう。クマ、今日8月何日だ、14日か、なんか8月の16日は STU デーみたいな感じで LINE で来てた。ショールーム STU デーですみたいな。うん、16日ってなんかあるかな。明日ツアーがあって、16日は何があるんだっけ。 PR 舞台か、やばいな本当に。ちょっと焦ってるんだよ実は。実はね、こんなにゆっくりショールーム配信をしとる暇がないよ私には。ちょっと PR 舞台もやばければ、明日のツアーもやばいというね、あの現実から逃避するために今ショールームをやっています。これが現実逃避です。もうやばい、やばすぎる、やばいよ、やばいがやばい、やばいやばい。やばいがやばいで、やばいでやばい、やばいしやばいし、やばいやばい。うん、そう、まあとにかくやばいのですが。一回現実逃避のショールームをして心を落ち着かせよう、みんなでね、ひなちゃんの心。そう、まあ明日のサマーツアーはまあ1時間自主練したらできるとして、 PR 舞台は、まあ、意外と1時間ぐらいした、多く持って1時間半ぐらいした、すごく多く待って2時間くらいしたらできると考えたら3時間でできる。うん、配信を23時に終わるとして、2時には寝れる、大丈夫。パン、2時には寝る。いや、お風呂入らないといけないから3時になる、やだー。明日起きれない。そうなったら明日起きれない。明日夜公演だけ3回になるかも、ごめん。そう、夜公演だけ3回になるかも、ごめん。でも普通に大雨だから、なんか新幹線止まらないのかな、大丈夫か。みんな来れるのかしら。うんうんうん。あ、びっくりした。昨日ショールームに最近嫌われてるからさ、急に縦画面になるんだよね。よいしょ、やりやりだぜ。天気心配だよね、本当に天気心配なのだが。うん、恒例行事、嫌な恒例行事やな。リオさん、クマありがとう。クマ、
広島の雨、今は降ってなさそうだけどね。音雨の音してないしね。大丈夫かな、本当に明日心配になってきた。すごいね、警報鳴ってたもん。テレレン、テレレン、テレレンみたいな。テレレンじゃないか、なんだっけな、ちょっと音が思い出せないんだけど、すごい警報鳴ってた。できるといいけどね。まあでもひな、マンションに住んでるから、徳島の新次くん、くまありがとう。くま高いから大丈夫だよ。住所バレちゃう。今日はスマホのあの警報で叩き起こされました。一緒ってなるよね。何ってもう寝てたのに。けど最近さ、怖い夢しか見ないんだよ。ちょっとみんなに、これはみんなに共有しないとなんかもう呪われるかもしれないから、ちょっとみんなに共有する話なんだけど、今日見た怖い話でも思い出せんの。ちょっと待ってね。今日見た怖い話思い出せんこうなっちゃったけども、今日何の怖い話見たんだ、忘れてしまった。なんか怖いね、夢見たんよ。そんで昨日のね、怖い夢を覚えてるんだけど、なんか昨日昼ぐらいに集合だったから、一回なんか朝ぐらいにちょっと起きてしまって、もう一回寝たんよ。そう、二回夢を見たんだけど、一回目の夢がなんか学校に訪問するロケみたいな感じのロケで、学校に訪問するんよ、ロケでね。そう、それでなんかロケして終わった後に、なんか自販機があって、外で自販機があって、ベンチがあってみたいな場所に、学校内のそういう場所があって、そこの自販機で飲み物を買おうと思ったら、そこにおじさんが立ってたんだけど、おじさんが急にヒヨの手をふーって持ってきて、ふーって持ってきて、あ、これ夢の話だからね、ふーって持ってきて、ふーって持ってきて、怖っと思って、マネージャーさんの名前を叫んだよ、私は。なんとかさんって、叫んでダッシュで来てくれたんだけど、ひなはその前にこうなってたから、足でこうペーンって蹴り上がって蹴ってもなお、でもね、ずっと掴んでくるから、なんとくさんって言ってか、ダダダダってマネージャーさんが走ってくるみたいなところぐらいで目が覚めたんはっってなってそう、お仕事だったから、マネージャーさんも、ひなの担当マネージャーさんもついてきててみたいな感じなんだけど、そう、いや本当に怖かったよ、それが。何と思ってしかも知らないおじさんなの、見たことないおじさん、
だけどすごいなんか見たことあるような顔してるおじさんがなんかちょっとさ、ちょっとなんかね本当に怖くて、うん、そう。しかもその話の間にさ、そのお仕事で学校に行ってロケしてみたいな感じで幼馴染ちゃんがいたの。幼馴染ちゃんがいて、そう、幼馴染ちゃんとね、その幼馴染ちゃんはそこの学校に通っててね、なんか会話したんよ。でも絶対高校生で、今ひだの年齢大学生だからそんなことはないんだけど幼馴染ちゃんなのになんか一個下なんだよ、幼馴染ちゃんが。なんでなんだろう、あれはなんか夢の世界って変だよね。そうなんかなってて、同い年のはずなのに一個下の高校生で普通に高校に通ってるっていう。そう、でもひなは何とも思ってなかった。そう、一個下なのおかしくないって思ってないの。なんでなんだろうね。うん、そう。それでさ、一回起きて何だったんだ今の夢はと思って、でもまだ全然寝れる時間だったからもう一回寝ようと思ったら、全く同じところから始まったの夢が。なんか最初の学校にロケで行くみたいなシーンから始まったよまたさっきの夢と同じだって気づいたの。しかも夢の中のひなも。だからこの夢、これ最後ひなおじさんに襲われるわって思ったの夢の中でひな怖くない夢の中で。あ、これ私このロケ終わった後自販機のところでおじさんに襲われるわって思ったの夢の中で。そう、それでまたロケして幼馴染と会って、幼馴染に一回助けを求めたんや。え、どうしたらいいのみたいな感じで助けを求めたい、おじさんに襲われ、どうしたらいいのみたいな感じで幼馴染に助けを求めたけど、幼馴染はめちゃめちゃ困った顔してなんかもう逃げられちゃって幼馴染にってなっていながらそう、どうしたらいいのみたいな感じ。自販機、いやもう自販機は絶対行かないと帰れないの。なんか校門、自販機、ベンチ、学校みたいになってて、そうそう、校門を通らんと帰れんから、そう、もうどうしたらいいのみたいな感じになってて、完全にやばくて。そうで、ついにそう帰りの自販機のところに通らないといけない時が来て、そう、それでおじさんがいたんよ。そこでひなは、あ、こうなってもっと同じようにされたから、そう、もっとこう 手をこういう風に突っ込まれてこうなってたから、あ、これは夢だと思ったら起きれるんだと思ったんよ。その先ひなは夢だと思っても起きれなくって、一回なんかその世界がグニャンってなって、あのマインクラフトわかる、みんななんかマインクラフトみたいな世界になったんですよ。そう、なんかおじさんもなんかマインクラフトみたいな、なんかブロックみたいな顔になったん、みんなブロックみたいな景色みたいななんかなって今現実世界に帰れないと思ったの本当にやばいと思って、現実世界に帰れないこれと思って、一回グニョンってなったらなんかみんなブロックみたいになっちゃって、あ、もうやばいわこれ、現実世界に帰れないみたいになって、そう、本当に本当にレゴの世界になっちゃって、やばいわみたいないや本当に現実世界に帰れないと思ったの今は。もう悲しくなっちゃって、もう本当に、あ、もうダメだと思ってそう、そして最終的に自分の手を使って目をこう目をこうのってんのをこう開けたら戻れると思って、夢の中ですごい目をこうやるんだ今の日だと思ってこうやるんだ、目をこう開けるんだと思って一生懸命こうやってやったら目が覚めたの。帰ってこれて本当によかった。うん、いや本
ってこれるのは夢の世界からもうこのブロックの世界にやってきてしまったと思った。こうやってやったら帰ってこれた。まぶたこじ開けた。うん、初めてでもこんな、なんか夢って気づいたらパッて目が覚めるよ。なんかひな、いつもあ待ってこれ夢だって思ったらパッて目が覚めるよ。逆にそれも怖いんだけど、そう夢って思っても現実世界に帰れないのが初めてで、もうびっくりしすぎてもう本当に怖かった。本当に怖かった。うん、いや本当にそう、いつもね夢って気づいたら起きれるから最初で起きれるはずだったのに、最初でまず起きれんかった時点で確かにフラグ立っちゃってたわ、これは完全に。うん、夢って気づいてたのに、このあと同じまた夢見てる、このあとおじさんに襲われるっていうのまで気づいてたのに起きれなかった時点でフラグ回収してた完全に。うん、夢だ夢だって強く思っても帰れなかった。うん、ブロック世界にやってきてしまった。めちゃめちゃ覚えてる。うん、ストーリー展開がめっちゃ凝ってるでしょ。だからちょっとみんななんかアニメとかにしてこの話。めちゃめちゃ覚えてるの、学校の景色とかも。なんかそう、廊下がなんかあってみたいな、外廊下みたいなやつ、外廊下みたいなところでいつも幼馴染ちゃんと会って話す、なんか1回話したんだけど2回目は助けを求めたんだけど、そうめちゃめちゃ覚えてる。現実でそのおじさんに会ったらやばそう。本当だよ、怖すぎる。絶対に現実でそのおじさんと会いたくないわ。うんうん、夢占いした、夢占いしたも出てこないぐらいなんか難しい夢だったけど今でも覚えてる。うん、びっくりした、本当に怖いね。世にも奇妙な物語できそうだね、本当に。世にも奇妙な物語だったよ本当に。夢だ夢だと思ったらグニャンってなって、急にマインクラフトみたいなブロック世界まだまだこうなってるって、うん、もう逃げられないと思う。うん、目こうやって目こうやって開けるんだって、現実世界のヒナ目を超えていけるんだって思うのがすごい発想力豊かだなヒナって思った。うん、面白い。こうやって開けたんだろうねきっと。うん、びっくりした本当に。半泣き、起きたら半泣き、怖いだよ。首切って起きる炭治郎みたい。確かに最終的にはもうこの世界のひなちゃんは自分で殺したら現実世界で起きれるとか思うのか。今回目をこうやってやったら起きれるだったけど今日もなんか怖い夢みたいね。そしてダメだ、悪夢ばっかり見る、取り憑かれてる何かに。やれやれ。誰か夢分析を、夢分析してほしい。お疲れちゃん、お疲れちゃんだったかもしれない。雨がすごくてさ、低気圧がすごいからさ、頭がね痛くなっちゃうの、ひなちゃんすぐ。それで頭が痛いなと思いながら寝るからだと思う、多分。頭が痛いな
と思いながら寝てるから悪夢見るんだと思う。そう、だから早く雨を収まって晴れになってほしい。そう、なんかもう本当に怖い夢を見た日ってその一日なんかブルーに過ごしてしまう日なの。はぁ、一日を過ごしてしまう。とってもそう、今日はねその昨日の夢よりもね別に怖くなかったからね。そこまで怖かったけど、そこまで怖くはなかったからね。まだ元気で一日過ごせてるけど、あまりにも怖い夢見たらちょっと一日ブルーになっちゃうな。わかる？この気持ちわかる？頭痛いな。なんとか香川着いたぞよ、明日よろしく。もう着いたの早いね、よろしく。インスタ見たよ、ありがとう、見てくれてありがとう。今日はカフェ投稿したね、カフェ広島の鈴カフェっていうのがですね、パルコのね地下1階にあるのかな。そう、そこに鈴カフェさん、ウーバーイーツとかもしてる、ウォルトとかもしてるから、そう普通にカフェとかも何回か行ったことあるので投稿した。うん、TikTok 登録したの、そう嬉しい。さすがパルコを味方にしたもん、味方にしたからな。TikTok の話なら朝までできる。なになに、TikTok 見るか、ちょっと充電入ったか見てくるね。12%、2% しか入ってないやない。ちょっと Wi-Fi さん、よいしょ、あだだだだ、足がバキ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 言うてましたけど大丈夫そうですか。はい、またひなさん、はい。じゃあね、 TikTok 投稿したのでね、ちょっと一緒に見ていきたいなと思います。ちなみにですね、今日もね通りました、通りました TikTok。 初めてね、あの音源なんていう、 TikTok 内に存在している音源で撮りましたので、その投稿もまたお楽しみにでございます。ほんでもって、3日前だっけの投稿したの、これから見ていこうかな。みんなも TikTok ね開いてください。 TikTok というものはですね TikTok と調べてくださいですね、そしたら出てくるのでね。
開いてる？みんな開いてるかい？端末1台しかない人は思い出しながらじゃあ見といてくださいこんな感じの投稿してたな。うん、思い出しながら。すごい光が眩しいな。文鳥さんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、開いた？開いたらですね、あ、今見たら一番最初の投稿がもうちょっとで1万再生になりそう。うれっぴー、いっぱい見てくれてうれっぴー。あと10回再生されたら1万再生になる。ちょっと1回再生しとこう1回再生しとこうっとみんなのちょっとなんか開くのちょっと待つのに、ちょっと1回再生しとこうっと。あと10回再生で1万だったから、ちょっともしかしたらもう今ひなが見たやつで 10回になってるかもしれない。再生中、ただいま再生中。回数増やしております、自分で見終わったぞ。あー嬉しい、1万再生になった記念すべき1万再生。全然ピントが合わない。そしてですね、この間投稿したやつ、この間投稿したやつですね。一緒にランチ中、元気子の友達に言われた一言。頑張ってアフレコをしております。これは食レポです嘘です。一緒にというねものでした。はい、これもまた、これはですね、最初に出したさ、この1万再生いったものがさ、長編バージョンみたいな感じで、口で出したやつが短編バージョンみたいな、長編短編みたいな感じで出していこうかなと思って、そうやってます。マカロニ美味しそう。マカロニ美味しかった本当に美味しかった。マカロニ好き。そう、そうなんですよ。ほんで待って、今日投稿したやつがですね、っていうものですね、はいこれはですね、ぜひぜひ見ていただいた方がね、すごくねキュンキュンするんじゃないかなと思うので、いっぱい見ておいてください。今日のやつはですね、お家で撮ったんですけど、そう、学校、大学のなんか合間時間みたいな、授業と授業の合間時間の会話みたいな感じのものを撮りたくて、それで背景は学校にしましたそう、学校のね、そう、そういうシーンだったんですよ、実は。うん、裏設定です、こちら。
見てかわいすぎて倒れた。そうちょっと心配、蘇生をしないとちょっと見れないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ぜひぜひ見てください。今回のポイントはどこだろうな。まあでもあれ、これ動画、これ動画どうやってやらなきゃな、忘れちゃった。まあ、いいか。ニヤニヤ笑ってるところです。はい、今回のポイントはニヤニヤ笑っているところでした。ニヤ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 、ひなちゃんがニヤニヤ見つめてね、そう笑ってるところがポイントでございます。あなたの汗をかいている姿を見てニヤニヤ笑っております。多分ちょっと、はい、この演じてるひなちゃんは多分ちょっと危ない、はい、性癖の持ち主かもしれませんね。はい、演技なので、はい演技ですので、はい、常に顔をとってもこの辺ぐらいで話してるっていうのが面白いですよね。こんなに近づいて話してます。こんなに近づいて話してるひなちゃんです。はい、うんうん、汗汗、なんか岩田ひなって検索したらさ、みんなが普通に投稿してくれてたやつとかもあって面白かったですね。見たんだけど、そう、あとあかねんの TikTok に載っておりますので見てください。あかねんの TikTok はあかねん魔術師っていうユーザー名です。はい、祈っておりますね。これ実はですね、本当に六本木アイドルフェスの時にもう帰らないといけないけど、でもあかねんに会いたいしみたいな感じの時にあかねんに会って、あかねんが TikTok 撮りたいって言ってくれたから、やばいやばいと思ったけど、あでも撮ろうと思って時間やばいやばいと思ったけど、でも撮ろうと思ってそう撮ったんですから、ちょっと汗汗しすぎてですね、ちょっとね、あんまりこう踊れてはないんですけれども2回ぐらい見て踊ったんで、ね、ちょっとあんまり踊れてないんですけど、見てみてくださいませ。よろしくお願いします。はい、なんかさ、そのみんなが作ってる動画を見たらめちゃめちゃなんかあれだった、懐かしい動画がいっぱいあった、エモ動画って感じ、みんなの動画。まあそんな感じですので、ね、今日投稿したやつも、2日前に投稿したやつも、はい、投稿し、ちゃんとチェックしてくれといたら嬉しいでございますですよ。TikTok 始めたのにね。リンクコピーをして拡散してください。この、シェア、ピン、リンクコピー、ピン、コピーした、
土管に乗せる、お願いしますね。はい、よろしくお願いします。イケイケさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そうそうそう、みんながシェアしているの見てますよ。ちゃんとやってね、やってくれよな。ホテータンの坂道グラフィコリキガイソン、めっちゃ可愛い、ありがとう。LINE 開いて、なんか LINE もリンクコピーと一緒なのか。うん、拡散拡散ってことよ。TikTok 撮って見たけれど、うん、いつあげるかな。そう、 TikTok コメントできるようになったので、コメントも見ておりますよ。よろしく頼むよ。40分なった、本当だ。じゃあ、あともうちょっとして終わりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、キヨちゃんのツイート見ました。あんなにアップなのにキャーナレスの美肌で一瞬で好きになりました。嬉しい、うる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 肌。そう、なんかね、高校生の時、高校2年生とか3年生ぐらいの時、めちゃめちゃニキビ悩んでたんだけど、うん、なんかすごいね、うん、頑張ったら治った頑張ったら治ったね。うん、明日昼夜よろしくです、楽しみ。昼も夜も来てくれるの嬉しいな。やばい、やらないといけない思い出してしまった。私がツアーもやばいし、 PR 舞台もやばいことに頑張んないと。ひなちゃんならできるよ、うぃ、かわいい、できるできる、君ならできる。そう、現実に戻った感ある。やっぱりショールーム終わりのあのやらないといけないことをやる感じ、いつも現実に戻ったな感ある。うん、そう、みんな楽しい時はね、楽しいので、とても、そう、あっという間に時間が過ぎていくのだ。
おそのじショールームする前にね、一緒に遊んでたからね、グユナンって言って一緒に追いかけっこしたいしてたからね。今はチモシー食べとる。チモシーもごもごご飯タイムです。そうチモシー、チモシーしか勝たんのでしょ。あ、今ゴローンってしてます。かわいいでしょ。それじゃあね、そろそろね、ランキングも読んでね、終わろうかなとね思うよ。みなさん、ツイン、今日はツインテール、シナモン、僕シナモン。シナモンの声ってすごい男の子なのに、すっごいなんか高い声した。僕シナモン。ちょっと違う、シナモンの声は真似できない声してるわ。でもうん、ちょっと練習しないとやっぱり、うん、男の子の高いよ、シナモンの声は。聞いたことある？みんなシナモンの声。そう。声変わり前かな。声変わり前みたいなね、感じかもしれませんね。はい、ないないのか。マイメロって、マイメロ、マイメロはみたいな感じ。マイメロは難しいことはよくわかんないって感じや。マイメロなんだけど、難しいことはよくわかんない。ベベベベベ、ランキングランキングランキング、マイメロは聞いたことあるの？マイメロは TikTok でも流行ってたよね。確かに。シナモンはね、昔ね、遊んでたね、おもちゃがね、シナモンの ABCD みたいなね、おもちゃで遊んでたんだけど、それがね、めちゃめちゃね、喋ってた、みんな。そう。でもシナモン、アニメも見てたからね、覚えてるわ。とても。うん。ポチャッコ好き。あのね、ポチャッコにね、シナモンじゃない、間違えた、ポチャッコにね、マイメロちゃんがね負けるの、ランキングの時に。だから好きになれない、ごめん。うん。そう、投票でマイメロちゃんの方が上だったら好きになってたけど、うん、負けるからちょっとな、うん、好きになれない。ライバル、そう、ライバル関係、私たちやっぱり、うん、ごめん、好きになれない、ライバルだから、私たち私たちライバルだから。そう。
そんなはずはないと思ってしまう、さすがに。うん、さすがにマイメロちゃんの方が可愛いだろうがよって思ってしまうからさ、やっぱりマイメロ過激派だからごめん。だってポチャコの方が可愛いですし、そんなことがあるわけがない。絶対にマイメロちゃんの方が可愛い。過激派すぎる。うん。そう、ちょっとね、敵対視してますので、すみません。そう。面白い。そう。それじゃあランキング読むよ。13位カズさん、おめでとう。カズさんのことが好きだぞ、おめでとう。12位ザッキーさん、おめでとう。永遠大チョキ、大チョキありがとう。11位ルームツアーバイベレー帽のおじさんリーミー、リリーリリーさん、リリーさんは今日はひのちゃんが一番好きだよね。順位せいやさん、ひなた大好き、あら大好き、みんなハマってるの、ひなも大好き。9位イケイケさん、イケイケさんのことが好きだそう、おめでとう。8位ソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きだそう、おめでとう。7位リオスさん、ツアー頑張ってね、ね、明日頑張るわ、今から頑張るね。明日だけど今から頑張ります。6位元気くん、元気くんのことが好きなそう、おめでとう。5位さまきさん、頑張ってて偉い、ところで結婚ってすごい、ところでの、 あの次に来る言葉結構重たい感じでしたけれども、はい、そうさまきさんが、じゃあちょっとひなが頑張り終えたらね、考えよう、その話は。うん。4位徳島のしんじくん、明日は昼夜よろしく、好きなさん、どっちも来てくれるのかな、どっちも待ってるね、どっちもちゃんとひなのこと見てるんだよ。3位山ちゃん、あとザキーさん、明日の昼夜行くね、見つけてね、もちろん見つけるよ、絶対に。嬉しい、みんな結構昼夜来てくれるんだね。そして2位がおばっちゃん、今日も大好き、大好きだよ、ラブ、おめでとう。そして1位がドルルルルルルン、ホテイトンですが道グループイコール被害さんです、明日超楽しみ、夜行くよ、待ってるね、もう超楽しみでもあるので、今からちょっと確認を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 していきたいなと思って、そう、その後 PR 舞台の確認を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 したからちょっと寝ようかなと思いますので、はい、頑張りましょう。ということで皆さん、今日も一日おつぴょでした。スペシャルギフトもコメントもたくさんありがとうございました。そう、読めなかった皆さんごめんなさい、でも次の配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよって方はですね、ここにあるハートのボタンを押してね、フォローして次の配信もまた会いに来てくださいね。あとですね、あの Twitter と Instagram も毎日投稿しておりますので、はい、フォローしてください。今日もツイッターもインスタグラムも見ましたか？見たかな？うん。そう、今日はですね、インスタグラムにはカフェを載せて、ツイッターにはアップのひなちゃんを載せました。はい。そして、TikTok をね、最近始めましたので、TikTok も今日投稿しましたので、ぜひぜひ見て、いっぱいリンクコピーしていっぱい拡散しておいてください。
目指せおすすめ。ということで皆さん今日も一日あつぴょんでした。また会いましょう。明日の、高松公園で昼か夜どっちも出会う方よろしくよろしくね。楽しみにしてたね。じゃあ今日も一日あつぴょんでした。バイバーイ。また明日。グッバイ。